先月、ウクライナのハルキウから名古屋市に母親と共に避難してきたマリア・ボルジクさん26歳。これまで名古屋で1年半の留学経験があります。今月16日からは愛知県国際交流協会の多文化共生センターで通訳として働くことになりました。センターからのリクエストを受けた日本ウクライナ文化協会がマリアさんを紹介し採用されたのです。この仕事新しい、私まだそんなような仕事をやったことない。今なんかウクライナ語をちょっと、通訳してちょっと喜びました。避難してきた人たちが学校で学んだり働いていくためにどんな手続きが必要なのかを伝えます。しかしセンターではこれまで英語、ポルトガル語、ネパール語など13の言語で対応してきましたが、ウクライナ語を話せる通訳はいませんでした。母国語で喋るっていうのはストレスもないですし、本当に自分がもう心から思っていることをね、表現できると思うので、少しでも安心して穏やかな生活が送ることができるように一緒に寄り添って支援していきます。マリアさんにとっては今日が仕事2日目。まだ通訳をすることはありませんが、これから支援制度に詳しいソーシャルワーカーと二人三脚で在留資格や教育制度などの相談に対応していくことになります。とりあえず、全部わからないところでとりあえずサポートしたい、どんなでも質問あったらとりあえず手伝います。